27話やっていきましょう。ぜひとも皆さん、グッドボタン、チャンネル登録、ボタンよろしくお願いいたします。ということで皆さん、長らくお待たせしました、動画投稿復活ということでね、丸1ヶ月、約丸1ヶ月ね、動画投稿ができなかったということで、一応ガンダムだけは動画出てたんですけども、あれ撮りだめですだから3月はもう全くもって動画が撮れてなくて、で今不思議な感覚、俺がここに座ってるのもなんか不思議な感覚わかる。だからもうね、いろんな作品が見たかったし、でも見れないしで、親の手伝いね、親の手伝いがあっても結構大掛かりなことをいろいろとやったりとか、あの親族にもね、いろいろとあったりとか、もうとにかくいろんなことをやっていて、やっと撮れるつうことでね、もうさあ、あと2話だよ、フリーレン。これともう1個ねえ、前にね、結構前に、あれもう終わっちゃうんすかみたいな。いやー、2期大丈夫だよってね、これ連続でね、連続2クールっていうの知らんけども、連続でやるから大丈夫だよっていう風に言われてさ、ほほほーってなってたんだけど、これ連続3クールとかそういうやつじゃないのこれ。ダメはい、あと2話ということでね、なんかもう悲しいところでございますけども、ほんでなんかこの固定のところで1個見えてるんだけど、これブルックおじさんか、これブルックおじさんに見えるんだけども、声優的な意味でブルックおじさんね、はい、ブルックおじさんなのかなと思うんですけどもね、いかがでしょうかということで、さあやっていきましょう。いや不思議、本当に不思議、今俺がここにいるのが不思議、何なんだろうなこの感覚。あでね、1個皆さんにもお伝えをすると、俺はこの期間ね、今ツイッターとかは普通に触ってたんだけど、ツイッターでネタバレを食らいそうになるわけですよ。なんかトレンドに入るのは見えるからさ、フリーレントレンドみたいな、おーいみたいなさ。で、フリーレンって、やっぱいろんななんかこう、ミーム化できるような場面っつうのは多いんだよね。男ってのはこういうの私ときは喜ぶべや、みたいな。あれとかも何でも使えるやん。だから、そんな感じで、今回もなんかゼーリエがなんか流れてきた、基本まじまじと見ないんですよ。でもちょっと事故ってパッとやった時になんかゼーリエおるやん、ってこう分かるでしょこれで、スワイプねだから俺は基本的にどんな作品でもそうなんだけど、自分が今まだ見れてないものがある、あとやっぱこういったね動画スタイルに変わってから、とにかくもう知らない作品っていうのは全部、あなんかアニメってシュッ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 全部流す、何も見ない、イエイって、だからちょっとでも読もうとか、何の絵なのか何なんてのはいらんのよ。もう来た瞬間にシュッ、これ大事、そしたらネタバレは食らわない。で、それを一瞬漏れた時に、なんかゼーリエが、なんかいた。こっち向いてたのか前向いてたのかもようわかんねえけど、なんかいた。そういう状況で、それが何なのか知らんけど、なんかツイッターミームになってんのかなっていう予感。そこが何かしらのなんか、どうやってこれつけるんだっけ久しぶりだからさ、イヤホンが。こういう感じこれ。イヤホンね、ただでさえ昔から付け方ようわからなくて、みんなにそれちゃうぞって言われてたんやけどね、久しぶりだと余計になんか、これ絶対違うよね、これ。なんなんこれ。バカなんですよ、本当にすいません。ほんで、これでいいんだ、これでいいんだ。本当にもうようわからんのよ。はい。リアルでお送りしております。なんか絡まってはないんだけど、なんかこのぐる、絡まってんな、ぐるぐるなるのようわからんね。よし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 。よしよし。よくわかんないけど、これでいいよ、もう。よし。じゃあ、皆さん、お久しぶりということでね、やっていきたいなと思います。絶対付け方間違ってる。絶対何が違う、これ。何が違うの、これ。もういいや。もういい。知らん。聞こえればそれでいいということで、いきましょう。レッツゴー。確かに武の道に果てはない。ブルックだ。極意へとまた一歩近づいたな。お主に教えることはもう何もない。それ毎日言ってるよね。毎日やってんのこれ。なんかあったなと思ったけど、毎日か。フェルン、どう、どうしてんの、どうしてん、なんで、怖い怖い。あー、曲をね、あー、そうこの曲をね、今のうちに、この曲を今のうちに、今のうちにつか、リアクション取りたいんだよ。これ逆やんな。
なんか PV が出たんやろ、前も言ったけどさ、PV が出たから見たいんだよ。めっちゃ見たいんだよ。何を思っているんだろう。あ、行けた、あ、行けた、行けた、もう汗だくになるもん、ごめん。よし。この曲めっちゃ好きなんだよ。安心感、これで OK。 逆だったわ、イヤホン。もうここら辺から大好き、また。最高。もう最高。めっちゃいいよな。どれだけ聴きたかったか。ユーベルのなんかコスプレしてる姉ちゃんを、送ってもらってん。エロ変態リスナーに。ムッチさんという。すっげえ似てた。びっくりした。たまんない。熱い。あ、待て。オッケー。BGM がね、こう切ったりする。人間の時代何？喧嘩しました。おう。またなの？え？最近そういうの多くない？おう。喧嘩。次の第三次試験が最終試験なんだろ？喧嘩なんかしている場合じゃ。うん、喧嘩なんだ。ひどすぎます。ほう。杖が壊れてしまったので。おう、あれね。直しに行きたいと、フレイン様に伝えました。うん。そうしたら古い杖は捨てて、新しい杖を買った方がいいと。この杖だろ、粉々だからもう直せないって言っていたぜ。うん。それでもあれは、はい。ファイター様からもらった杖です。っていう話だよね。まあもう想像つくわ、小さな頃からずっと一緒だったんです。フリーレンだぜ。悪気があったわけじゃ。絶対ない。少なくとも私には捨てるだなんて発想はありませんでした。まあわかるよ。それはわかるよ。次の一級試験まで3年か。3年は長いよね。すげえな。いつもみたいにバカにしろよ。3年なんだ。バカにしてほしいの？ああ、そうかそうか、離脱かわいそうやったな。じゃあラビーナちゃん、なでなでしてあげよっか。もうやんのか。おお、早くしろ。おお、重傷だね。まあまあそりゃそうだ、めっちゃ頑張ったのにな。一緒に行きたかったもんな。一緒に達成できずは悲しいな。何その袋。おお、なんかするんだろうなって思ったけど。いつまでいるつもりだ。俺はもう試験に落ちたんだ。もう頼んだろ。商売の邪魔だから帰れ。わしは今客としてここにいる。はいはい。ならさっさと選べ。食ってる。気に入ってる。あげる。いらん。あげる。なんだこれ。今回は運が悪かったな。ああ。そんな役回りだ。あの場にいた誰もがそうなる可能性があった、負けは負けだ。俺の実力が足りなかった。だがその話は二度とするな。ああ。こう見えて俺は今最悪な気分なんだ。だろうな。それでも店はやるんだな。お前は知らないだろうが、どんな最悪な気分でも人は食っていくために働かなければならん。おっしゃる通りで。おっしゃる通りで。リアルだ、リアルだ。そうか、落ちたのは俺でよかったんじゃないか。一級試験は3年に一度。お前みたいな老いぼれに3年後はないかもしれないからな。言ってることとんでもないけど、とはいえなんだよな。大事なことよ。お前は本当に生意気な若そうだ。権威をバカにし、目的のためなら弱者を足下にすることも厭わない。とても褒められたような人間ではない。なのにわしはお前に何の嫌悪も抱いていない。きっと昔わしがそういう生意気な若造だったからだ。そんなわしが今は宮廷魔法使いの地位にいる。何が言いたい。そう悲観するなということだ。3年後のお前は今よりずっと強くなっている。ラーメン帰るぞ。ごめんね、じいさん不器用なんだ。お前は伝家の何なんだよ。さあ。いや、そうなんだよな。なんかね、ここの3人は本当に、孫なんだ。もうね、孫のやりとりなんだ。なんかこういうのってあるじゃん。ちょっとなんかね、ツンケンした孫というかさ、ね、伝剣とツンケンした孫たちみたいな。でも結局みんな優しいんだよね。
なんかお前じゃなくてよかった3年後言うて、でも本当に3年ってさ重いよ。あの人それぞれ感じ方って、その3年とか、まあ、時間の感じ方って違うからさ、それ相対性理論っていうの知らんけど、だからなんかやっぱそういったところでは言うて間違ってはないんだよね。まあまあよかったやんけみたいな、彼なりのツンケンもあるけど、まあ優しさもあるなっていう、優しい世界なんだよ本当に。このまま言ってくれ、みんなも優しいままよいしょって、こうなんかわかるこの気持ち、そういう感じ。おい、これが結局何も買ってかないのかよおお、やっぱここに来るか。前入り口とかにあったもんな、杖とか。今日は薬味か何かなのか町の人たちに聞いて回ったんだけど、ここならどんなに壊れた杖でも修理できるんだよね。おお、見せてみろ。おお、いいね、巡ってる。このバラバラの物体はなんだまさか杖なのか物体。こんなゴミをよこされても困るゴミじゃないよ、多分少しは気分が良くなっていたが、お前のせいで最悪な気分に逆戻りだ俺にだって仕事を選ぶ権利はあるこの杖は諦めろそう、できないならいいや。できないならいいや。フリーレン、お前は本当に勘に触るやつだできないならいいや。俺がいつできないとまで言った、はいはい、もううまいな。結果的には手玉コロコロなんだよ、すげえ。うわ、マジボロボロやな。わ、すごい。できそう。第三次試験には間に合わせたいから。おわ、めちゃ言いやがってしかもそれを彼に言うところよ。フリーレン、何ゴミだなんて言って悪かった。おお、手入れの行き届いたいい杖だ。おお、大事にされていたんだろう。いやー、やべ、涙が出そうになるわ。ああ、いや、結局いい人おるがな。おい、帰ろうぜ。なんか丸くなってねえかちょっと丸くなってねえか、大丈夫かこれ。私のことをまるで分かっていません。そんなの俺だって分かんねえよ。やめてよ、俺に当たらないで。おだ、あいつ本当に。分かろうとするのが大事だと思うんだよ。フリーレンは頑張っていると思うぜ。うん。そういう旅だよな。分かろうとする旅や。ん？ああ、お前フリーレンとこの弟子か？ん？違ったか。そうだよ。弟子を取る取らないの話があるからな。懐かしいわ。二次試験が終わったばかりだっていうのに、今日はお前の師匠のおかげで散々だった。おお、いっそのこと慎重してくれた方がこっちも儲かるってのにな。おお、おお、あ、いいや、うまいな、本当にマジでいいやつだな、好きやわ。いいっすよ、リヒター、リヒター本当に、ああ、ちょっと切れやで、マジで。あー素晴らしい、あー素晴らしい。私の杖、なんならさらに丈夫になったんじゃねえのかこれ。フリーレンは感情や感性に乏しい。それが原因で困難や行き違いが起こることもあるでしょう。うん、でも一つだけいいこともあります。おう、その分だけきっとフリーレンはあなたのために思い悩んでくれる。うん、彼女以上の死はなかなかいませんよ。からのこの顔がいいよな。もうパーティーになってるからやけど、もう師弟関係だもんね。暗いって言った今、ちょっとマジで。なんかいいな。暗い。これはなんかあの、食われてる状況なんですかね。また宝箱と勘違いしてるんですかね、姉さん。おう、おう、みんな集まって久々感すげえわ。1話じゃないから、相手の俺。何？いえ、やっぱり何でもありません。おう、そう、それでは感謝か。第三次試験を始めます。どこで言う？おお、兄さん。なぜ私がここまで出向いたか、理由はわかるか？全然。おお、だんまりか。都合が悪い時はいつもそうだな。第二次試験の合格者は12名。異例の合格者数だ。多すぎる。おお、全員協力型の試験は大いに結構だ。今の一級魔法使いには協調性がないからな。うん、面目ありません。確かにそうなるよな。だがその中に面目ありません。あってはならないほどの実力を持った者がいた。フリーレン様ですね。おかげで実力に見合わないものまで大勢合格した。おお、従来通りの第三次試験では
そいつらは全員死ぬことになる。おお。それはお前の望みとはかけ離れたものだ。それに私とて、そこまでの無駄死にはさすがに望んでいない。うん。謝る必要はない。すべてフリーレンが悪い。異例には異例を。第三次試験は私が担当する。なんと！平和的に選別してやる。何すんの？絶対平和ちゃうやん。従来の担当はお前だったな。異論はないな、レルネ。ほう。ゼイリエ様のわがままは今に始まったことではありませんから。わがまま。それに私はフリーレン様を試すような器ではありません。一目見てわかりました。彼女は魔力を制限しています。おお。絶大な魔力です、うん。ゼイリエ様に匹敵するほどの。おお。ファルシュ、気がついたか。いえ、何の話だか。彼女の魔力は試験会場で直接見ました。あの魔力は制限されたものとは思えません。その上で、制限特有の魔力の揺らぎもなかった。この揺らぎは魔力を持った生物である限り消せるものではありません。あのおっちゃんめちゃくちゃ強えな。それが分かってるっつうことやもんな。で、その場にいた上で分かってない。だからこの中だけでもこんだけ差があるっつうことやろ。うわー、やっと2話で終わるな。これずれとるわ。これ連続4シーズンとか5シーズンやった方がいいんじゃないの。ちょっと制限されたものとは思えません。うわ、制限特有の。彼だけ羽生えるの。なんか影であったよな。この揺らぎは魔力を持った生物である限り消せるものではありません、うん、なんか彼らがそれぞれなんか力がシルエットで出た時になんか彼なのか誰かがなんか羽生えとったやんな。それめっちゃ見たいんだよね、本当に。で、違うんだ。でもネタバレにしかならんもんな。ダメだ、いやそれぐらいなら答えていいのか。シルエットでは出てるから、コメント欄で教えていただけると。なんとなくこの兄ちゃんが羽生えてんのかななんて思うんですけどもね。果たして仮にそれが可能だったとしても途方もない時間が必要でしょう。時間はある。実用的な技術とは思えません。時間はあるのだよ。その実用的でない技術にフリーレンは生涯を捧げた。魔族を欺くために。魔族は私たち人類よりもはるかに魔力に敏感だ、うん、生まれ持った才覚でもなければ100年や200年制限したところで欺けるものじゃない。おまさに時間の無駄だ。はその時間を別の鍛錬に使えば何倍も強くなれる、うん、まあ殺せるしな。そのまま効率極まりない。分かったところで。だがその非効率が相手の隙を生み出すこともある。熟練の魔法使いの戦いにおいて相手の魔力を見誤るというのは死に直結しかねない。うんうん、うん、現にフリーレンは年の割には技術の甘い魔法使いだが、そうやって魔族を打ち倒してきた。年の割にはそれほどまでにフリーレンの魔力制限は洗練されている。私の知る限りそれをたった一目で見破ったのは魔王だけだ。今この瞬間まではな、レル。すごいな、すごいな。偶然です。偶然わずかな揺らぎが見えた。それだけです。ほう、実に謙虚で堅実だ。だいぶ謙虚すぎるな。お前が最初の一級魔法使いになってから半世紀が過ぎた。ほう、お前は臆病な坊やのままだな。ほう、それだけに残念でならん。これだけの境地に立っておきながら追い先はもう短い。フリーレンと戦うことはこの先一生ないだろう。それがたとえ勝てる戦いであっても、やはり人間の弟子は取るものではないな。何を言ってるんだ。本当に残念だ。何を言ってるんだ。人間の時代、人間の弟子を取るのは、彼がゼーリエの弟子で臆病で自分の力をなんというのか理解しきってない。そんだけ強いし可能性もあるんだけど謙虚すぎてその可能性に気づけてない。今回の試験戦うのかな。そういうことになるのかな。うん、残念だ。なんかね、ゼーリエもやっぱフリーレンみたいにちょっと
そう、なんでしょうね、いらんこと言っちゃうんだけど、でも本当に残念だって、なんか心から思ってそうな感じもあるんだよね。だからその元の弟子っていうところではフランメもあるわけで、重なるところもあったりすんのかな。ちょっとここら辺はわからんですけどもね。でもすごいよね、魔王だけやろそれ分かったの。いや、やばいやんね。魔王に匹敵するっていうのが正しいあれかは分かんないけど、まあまあ観察眼は相当だよね。観察眼があるということは力も当然。結局あの子にも見えなかったか、私の魔力の揺らぎが。第三次試験の内容は大魔法使いゼーリエによる面接です。抑えてるってこと？揺らぎが見えなかった、あの子。あの子イコール今のおっちゃんやんね。あの子にも見えなかった、揺らぎ。抑えてるってこと？そういう話なのかな。あ、そうきたか。我頭悪いけん、私とフェルンを受からせる気はないね。お知り合いなんですか？昔のね。わお。多分直感で合格者を選ぶつもりだろうね。はあ、はあ、でもゼーリエの直感はいつも正しい。わあ。でも私は未だにゼーリエが望むほどの魔法使いには慣れていない。そういう感じか。そっか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 。あのちゃんが引っかかるな。すごく綺麗な場所やね。世界観がやっぱいいよな、フリーレンって。美しいんだよ。おー、始まったか。あの、不合格だ。うえうえ。理由を聞いてもいい？今もお前は私の魔力に恐怖を感じている。自分の身の丈がよくわかっているんだ。一級魔法使いになった自分の姿がイメージできないだろう。魔法の世界ではイメージできないものは実現できない。はいはいはい、はい、基礎が基礎だ。回収やな。うわ、不合格不合格。あかんよ、不合格、あかんよ、不合格だ。マジで。おお。お前も一級魔法使いになった自分の姿をイメージできていないな。逆にだが他の受験者とは異なる理由だ。逆にっすね。お前は私が合格を出すとは微塵も思っていない。お、事実でしょ。一度だけチャンスをやる。お、好きな魔法を言ってみろ。お、花畑を出す魔法。おー、いいね、素晴らしい。フランメから教わった魔法か。うん、うん、実にくだらない、うん、不合格だ。おい、そう。あっさりあっさり。愚弄されたのに食い下がりすらしないのか。お前のような魔法使いが魔王を倒したとは到底信じられん。ここの再会もね、久々やろ。私一人の力じゃないよ、ヒンメル、アイゼン、ハイター。私一人でも欠けていたら倒せなかった。お、仲間に恵まれたか。運が良かったな。そうだよ、運が良かった。しかも一人でいたしな。どうして私を仲間にしたの？強い魔法使いを探していたからね。それなら王都にいくらでもいるでしょう。私じゃなくてもいい。君がいいと思ったんだ。なんで？君は覚えていないだろうけれども、昔僕は一度だけ君と会ったことがある。うん、全然覚えていない。だろうね。子供の頃、森に薬草を取りに入った時、道に迷った。長い間夜の森をさまよって、人生で初めて孤独を味わった。おお、なあ。二度と村に帰れないかと思ったよ。その時、一人のエルフが人里の方向を教えてくれた。めっちゃいい話。本当に方向を教えるだけで、励ましの言葉一つ口にしなかった。ぽいな。子供心に、なんて冷たい人だと思ったよ。はっ。僕のそんな不安を感じたのか。顔冷て。それともただの気まぐれだったのか。君は僕に花畑を出す魔法を。うわ、やっぱり。うーわー、うわー、ちょっと優しい顔になってる。生まれて初めて魔法が綺麗だと思った。きっとこれはただの偶然に過ぎないことだけれども、ヒンメルたちと出会わせてくれたのは先生が教えてくれたくだらない魔法だよ。お、それからゼーリエ、フェルンも同じように不合格にするつもりだろうけれども、多分それはできないよ。お、
あの子はゼーリエの想像を超えるよ。おーおー、時代がやってきたんだ。言おうと思った、今まさにそれを言おうと思った。そっか、ここでね。ははー、てかすげーな、子供の頃に会ってたのか。なんというか俺のイメージってフリーレンはわりかし孤独というか意図的に孤独寄りになっていってるというか、まあ言い方は冷たいけども、人すぐ死ぬしみたいな、関わってもっていうさ。でもそれってやっぱ関われば関わるほどにダメージになると思うんだよね。やっぱ好きになってね、仲良くなって死んでいくって辛いやん。まあいろんなそういった意味合いでね、一人になっていくっていうところで、一人になってるフリーレンに光をね、届けたのが、まあ今のパーティーでさ。だからヒンメルの存在ってそういった意味では光なわけよ。でそれを与えたのかなと思ったら、実は与えてもらってたっていうさ。わかる、これ。あー、なんともいい話やなっていう。俺ずーっとなんかもう終身涙出そうな状態なんすわ。一回も出ちゃったけど、うるうるだよこれ。うるうる滞在期みたいなあったな。何の話やね。何が想像を超えるだ。私の魔力を見て立ちすくんでいる。他の受験者と何ら変わらん。そうなの？待て、お前何が見えている？おお。ああ、だからね。はは。ああ。フェラーとか言ったな。ああ、そういうね。お前、私の弟子になれ。うわ。嫌です。不合格やん。悪いようにはしない。不合格にされてるやん。私ならお前をより高みへと連れて行ける。そうか、未だかつて魔法使いがたどり着いたこともないほどの高みへ、うん、あのおっちゃんも見えなかったわけか。そっかそっかそっか。それは合否と関係があるのですか？おう、あるかもしれない。うん。ああ合格で弟子になるご褒美だね。感覚がずれてるね。いいね。いいね。フェルン、ゼーリエがいろいろと言ってくると思うけれども、うん、要求を飲む必要はないよ。おう。私がゼーリエに何を言っても不合格になるように、うん、フェルンは何を言っても合格になる。おお。だってゼーリエの直感はいつも正しいから。かっこよ。かっこよ。私はフリーレン様の弟子です。おお。フリーレンの入れ知恵だな。私は有望な魔法使いを見逃すほどバカじゃない。合格だ。あ、これはすごいわ。そっか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 。いやー、わかりやすいな。いやー、なんつーか、もう見るだけで十分だね。確かに。うん、相手の反応、相手が理解できてるかどうか、まあ可能性があるかどうか、自分の求めるね、存在とというかさ。そっか、あのちゃん、あー、そういうことね。フリーレンだから、あのちゃんの件はフリーレンの揺らぎには気づいたけど、ゼーリエの揺らぎには気づかなかったっつうことやろ。で実際ゼーリエは常になんか莫大なね、魔力出てるわけだから、とはいえど抑えてんだよねっていう。そっか。いや、おもろ、おもろ。で、不合格に逆になってるからね、ゼリエが。わかる？言いたいこと。弟子にしてやろう。無理です。え？いや、でも、いい笑顔だったね。いい笑顔だった。フリーレンにそのままつくって言ってることに対して。いいね。ほんで、この曲もまた壮大なんだよ。いや、俺、フリーレン好きだな。マジでこの作品好きやわ。超いい。最高。さあ、次回予告。じゃあまたね。なに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 、早い早い早い、バカ野郎、始まんじゃねえよ。ということで、
おお、今までとまた違いますね。ブン、髪の毛がブンって出てきたわ。髪の毛がね、いろんなところから出てくるの鬱陶しいんだよね。わかる、何も出ない方がいいんだよこれ。わかる、ちょっと出るとさ、なんかあのブサイクだよ、ざっくり言うと。だからいつも抑えんだけど、気づいたらどん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 こう上がっていくからさ、もうね。でね、ということで、いや、よかったよかった、超神回やな。でも俺の認識やってるやんね、あのおっちゃんの、おっちゃんな、おっちゃんの名前なんなん、あの一級魔法使いやんね、あのだから一級魔法使いが一応一番上でやってる。ちょっともう一回認識やけど、だから試験官たちは一級やね。一級になるとゼーリエからなんか魔法がもらえてみたいな、でその影響で羽が生えたりとかね、あの強くなりましたって話やろ。であのおっちゃんはもともとは弟子だったっつうことなのかな、だけども揺らぎには気づけなかったっていう話やろ。で彼は相当ポテンシャルある、魔王しか気づけなかったその揺らぎ、まあ抑えてるっていうのを彼は気づけた。だがしかしゼーリエの揺らぎには気づけなかった。だがしかしそこに気づいたフェルン、弟子にならないか、嫌です。いいですね、素晴らしい。はい、ということでね、何がでもね素晴らしくないって、あと1話で終わりやん、ふざけんなよマジで。で今の何、また会ったら、お別れ、やだよやだよ。ねえ、ハンターハンターでもそういうのあったからさ、ヨークシンに行く前にみんな別れてさ、別れるなや、一緒に行動せえやみたいな、まあ、そうするとまた会った時がみたいなね。それはそれで、ザインどこ行ったねん、別れとるがな、なんやねんもう。あー、よう泣いたわ、よううるうるしたわ、本当にこの作品はいいわ。はい、ということでね、ここから改めて動画毎日出していきますんでね。で、溜まってる分いろいろと本当にね、出せてないんで、明日は明日でまたフリーレンも出して、で、溜まってる満金だったりとかね、ダンジョン飯とかもやっていきながら、で、ガンダムも引き続きやりつつ、最新のね、新しいアニメは迷ってるな、どうしようかなって、枠的なところでパンクしてしまうんで、どうしようかなって考えてるんですけど、おすすめの作品とかあったら、ぜひ書いていただければ。もうフリーレンもそうですけども、僕何も知らなかったんで、本当におすすめされて、それで見ていって、ダダハマりしてっていう流れなんで、いつも本当に皆さんにお世話になっておりますっていうことで、で、逆にみんなに勧められて、で、みんなが俺の動画を見て、フリーレンを知って、じゃあ一緒に楽しもうみたいな、なんかこういい循環がねできておりますんで、なんか今後ともよろしくお願いしますっていうところで、はい、引き続きこの最終話をね、見ていきたいなと思います。ちょっと一周遅れるとこういった楽しみがあるよね、一気に見れるっていうね。はい、俺は来週の楽しみとかいらんから、俺もすぐに一気に見たいから。もういつも言ってるけど、ネトフリがアニメ配信するときは全部出るんですよ。ああ、それで OK、それで OK、 もう一気に全部出てくれ、うん、1日2日で全部見終わっちゃうけど大丈夫、知らんがな、それでええねん、2週目またできんねん。一週待つのつらいんだよ、はい、俺はもうデザートとかね、一番最初お店に行ったら必ずメインから見るんじゃなくて、一番後ろの方に行ってデザート何があるか見て、そこからジュースから見て、でメインの飯を何にしようかって言ってね、前も言ったんだけどもね。で、どのメニューから持っていきますかって言われた時に、出来上がったやつから、なんならばデザートとかも先に持ってきていいよっていうぐらいの、好きなものは先にくれっていうタイプです。で、後で悲しくなるタイプ。みたいなさ、わかる、なくなっちゃったみたいな、そんな感じです。ということで、今回はこの辺で最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!